にちは、クッキングスタジオ N の土田ゆかりです。今度はですね、ビストロを使って、ビストロというね、オーブンレンジ機能を使いまして、この天板でグリル調理をしていきたいと思います。ではですね、ちょっと事前に仕込んでいるんですが、これはですスペアリブ、豚のね、あばらの骨のお肉です。でこちらをグリルに乗せて焼くだけでスペアリブが簡単に仕上がるということでね、天板の使い方をご説明していきたいと思います。天板は通常の金属の天板にフッ素加工されているので、こびりついたり焦げついたりということがなく、あと溝が掘られているので均一なムラにならない火の入り方をします。そして、ここに樹脂ホルダーですね、樹脂ホルダーというのがついていて、見えますかね、こういう持ち手のような部分がついています。これは台の上に直接置いた時にこの部分で浮きますので、天板が直接テーブルに当たらないんですね。なので、熱いものを直接天板、テーブルとかに置いてしまうと、そこが焦げたり溶けたりとかしてしまうのをこの樹脂ホルダーで、ガードをしてくれるので、ちょっとしか当たらないようになっていて、下が空洞になるような作りになっております。でこれを使って、はい、あらかじめ仕込んだスペアリブを乗せていきます。グリル機能というのを使っていきますので、電子レンジとかオーブンとかちょっと違うんですね。じゃあこれをまた、オーブンレンジの方に持っていって説明します。いきます。スペアリブはもう今回はちょっと下処理している方法としては炭酸水につけておりました。でこのまま並べていくだけです。でこのように全体に並べていきましょう。はい、次は炭酸水MEPS 白くですよ。こちらリストロ買っていきますね。グリル一番上段に入れます。そして今度は、はい、手動です。グリルで、上段これですね、両面焼きの両面グリルの上段を押します。あとは19分でいきます。20分でも全然いいんですけど、一応19分で確認をしてみたいと思います。スタートボタンです。はい、では一番上の段のグリルという部分で上段に入れて両面グリル、この機能を使っていきます。先ほどの天板は専用のここに使える天板になっております。こちらの天板と何がどう違うのかというとですね、フッ素コーティングされているので、タレがこの場合だともうグツグツにこびりついてガチゴチになっちゃうんですけど、それがないのと、金属の切れ込みが入っている分、下に汁がね逃げ込んで側面の溝に落ちてくれるので、余分な油は、外に逃げます。ヘルシーに焼けるということと、あとひっつきにくく、そして、均一な火の入りができるような並々のデコボコがついている
い、だんだん香ばしい香りがついてきたので43秒前ですが、ちょっと止めますね。わお、すごい。はい、こんな感じで、おお、美味しそう。肉汁というよりもね、肉汁もあるんですけど、脂身全部落ちてくれて横のね溝に入ります。こんな感じで焦げもしっかりつきます。あちちちち。はい、これが樹脂ホルダーというのが、こういう風にね底を浮き上がらせてこの部分で支えてくれているので、直接直置きにはなっていない状態です。これは260度超えるようなパンを焼いたりするときはこれは使えないので、そこだけご注意ください。この場合はレンジ と、ヒーターというね両方の機能を使うので、この樹脂フッ素加工しているものが生きてくるんですね。では盛り付けたいと思います。肉汁をね入れときこういう風に、ね、天板の端っこに溜まっている旨味の肉汁をハケで塗っていきます。照りを出していきます。肉汁閉じ込めていきます。乾燥も防げますのでね、表面に塗ります。はい、出来上がりです。